川伊達支援室フラワーでーす。今日は前回の動画で紹介させていただいたよそおじさんにお邪魔しています。こちらが店長さんです。よろしくお願いします。今日は前回お知らせしていた支援室とのコラボ弁当、特製お子様弁当が完成したということで、早速紹介させていただきたいと思います。それではお弁当の登場です。店長さん、よろしくお願いします。来たよ来たよ、じゃじゃーん、すごーい、みんな見て見て、タコさんウィンナー入ってる、美味しそう。焼きそばとチャーハンもあるよ、すごいね。じゃあ店長さんに詳しく紹介してもらおうかな。いいですか？お願いします。お願いします。と野菜のいっぱい入った、焼きそばとパラパラチャーハン、あと秘伝のタレを使った唐揚げが入ってます。おいしそう。野菜がいっぱい入った焼きそばだとか、あ、秘伝のタレの唐揚げも入ってます。店長さんのこだわりと野菜したらたくさん詰まってますね。本当にありがたいです。ボリューム満点なので、食いしん坊のお友達にぴったり。兄弟で分けて食べるのもありだね。大人も大満足。注文は2個からがベストです。ぜひご家族皆さんでどうぞ。さてさて、皆さんがここで気になるのはお値段ですよね。発表したいと思います。いきますよ、せーの、やー、税込み650円です。イエーイ、いいんですか店長さん。ありがとうございます。ありがとうございます。これならお財布にも優しくて安心してテイクアウトを楽しめますね。ありがとうございます。ありがとうございます。このお弁当を注文してくれた方には支援室からささやかなプレゼントがあります。何がもらえるかはお楽しみに。最後になりますが、よそおじさんのテイクアウト受付時間は11時から13時30分、17時から19時30分。事前にお電話していただけるとスムーズに受け渡しができます。電話番号は0297-58-2366。 定休日は毎週水曜日、第3火曜日です。皆さんの注文、待ってる。